中仙道妻子宿宿場とは、主に、江戸時代、五街道や脇王館において、駅定時務を取り扱うため設定された町場を言う。宿駅ともいい、古代、奈良時代、平安時代から、駅場、天間の制度によって整備されていった。また、旗子の集合体である宿場を中心に形成された町を、宿場町と呼ぶ。東海道五十三次の宿場町や、 中仙道69時の宿場町など、中国では律令制の施行に伴い国内に感動を張り巡らせて各地の連絡を図った。これら感動の往来はもっぱら馬によるものであり、このために途中で馬に対する給仕や馬の乗り換えが必要となった。また球を要する手紙などを運ぶ場合、早馬によるリレー形式でつないでいく方が効率的であり、それを行うには 中継ぎの場が必須であった。また旅行者にとっても宿泊所や休息所がなければならない。これらの役割を果たすために駅伝制が導入され、駅が全国に設けられた。いち早く整備された東海道。江戸時代の五街道の一つ。日本でもこれに習って、古代律令制の成立とともに駅伝制が導入され、各国の連絡のために東海道。 山陽道などの感動を整備し、駅を各所に設けた。中国同様、駅は感動を基上で往来する人々に便宜を図るとともに、駅備え付けの駅場によって、早馬を走らせて、手紙や荷物を運ぶ役割を果たした。大火の改新の際の見事のりや大法律令で、重要事項として、駅や駅に置く馬などの規定に触れており、実際に、平安時代の法令集である。 演技式では各駅に配置する馬の頭数が事細かに記されている。また陸上に限らず渡し場である水駅も存在した。これら駅伝制による駅の制度は平安時代末期の律令制の主観に伴い衰退し駅という言葉自体も宿宿宿場などにとって変わられた。しかし制度思想そのものは後々まで引き継がれ江戸時代に整備された。 五街道制度にも生かされている。なお、リレー形式の長距離走を駅伝と呼ぶのは、駅から駅までを伝えるという駅伝性にちなんでのことである。近世の宿場の整備は、徳川家康によって、関ヶ原の合戦後に始められ、まず東海道、続いて中山道と順次進められていった。東海道では、1601年に品川から大津までを53駅と定め、 ここに、東海道五十三寺が始まった。しかし、全部が一堂に設置されたわけではなく、順次整備されて最後に、小野塾ができたのは、千六百二十四年だった。宿場では、紅用神場継ぎ立てのため定められた神場を常備し、不足の時には助ケ号を調するようになった。また、後部の宿泊、休憩のためといわば、本陣、脇本陣などが置かれた。 これらの公用のための労役、業務については利益を上げるのは難しかったが、幕府は自主免許、各支給米の支給、拝借金対応など、地図の特典を与えることで、宿場の保護育成に努めた。他に、一般旅行者を対象とする、はたご、きちん宿、茶屋、商店等が立ち並び、その宿泊、通行、荷物輸送等で利益を上げた。また、 考察場も設けられていた。伝令、輸送については、宿ごとに置かれた飛脚が、宿から、隣の宿までを走り、そこで次の飛脚にバトンタッチすることで、当時としては、脅威のスピードで電車などを渡すことが行われた。明治以降、鉄道開通などによって、交通事情が変わってくると通行する人も少なくなり、推理していった。東海道十三次赤宿を代表する、 片子の一つだった、ア津屋東北関東中部関西中国。ありがとうございます。